してるんでしょうかね。はい、お、930、938。はい。サポートお願いします。すごいね。前はちょっと下がってたけど、23だから15グラム。今回ステロイド下げますね、はい、ずっと同じ量でさ、なかなか下げれんかったんだけど、下げるっつっても本当にこの子には分からんぐらいの量でですけど、16分の9だったけど16分の8で、今が 0.40 なんですけど、 0.36、 1割ぐらい。はい、ごめんね、自分で見ようと思った。はい、見にしてくれる、はい、ごめんね。中田さん、ちょっとエアコン弱めてくれる？さっき鳥で28にしたから20ぐらいで、はい、よし、から右に。ちょっと耳の入り口の毛切っていいです？この子は口内炎がある割にはデンタルケアをだいぶやらしてくれますね。家でもやらしてくれます？はい。出るね。相当やってても出ます？落ちてもやっぱり出血出る時もあります。私強かったかな、今弱めにやったんだけど。はい、じゃあ抗生症者も100の3。今日は抗寄生虫薬をつけさせてもらいます。それであと抗生症者療法もね。よし、はい、2つ使ってやって、うん、胸とお腹と口、はい、口はちょっとこうやって持ってやった方がいいかもしれない。こうやって持ってやった方がいいかもしれない。顔がこっちの方が本当はいい。11月の8日からずっと 0.4 で来てたんで、11月12日、
2ヶ月追加。あれはあるんですか、インターベリーは。ないです。ないですか。じゃあインターベリーも出しますね。冷蔵庫保存で1滴、まあ、4滴2回、もしくはまあやれんかったら1日1回だったら8滴入れちゃってください。これ何分でやってる？あと1分3分3分はい、ウェットブラシください。じゃあ、OK ですね。じゃあ、薬をね、2週間分ご用意しますね。はい、お願いします。はい、大事になってください。